いつもご覧いただきありがとうございます。せいチャンネルのまゆです。今回は豊洲花菖蒲公園、せいチャンネル宮古町にある豊洲花菖蒲公園に行ってきました。3000株約4万本約50品種の花菖蒲が有名な公園です。例年では6月に花菖蒲祭りが開催されているとのことです。無料の駐車場が付近にあるのでアクセスも安心。5月28日現在の花菖蒲の様子はなんか微妙に遊ぶ公園ある。微妙じゃない、結構でかい。あっちがグランド内的な。何の音だ割と遊べそうな感じ。公園はこの先にある。はい、豊津花菖蒲公園というとこに来ました。アジサイは結構、まあアジサイも咲き始めかって感じだけど、菖蒲もまだまだこの警備員の人曰く咲いてないよということで、その通り全然まだ咲いてません。でちょこちょこ咲いてるとこがあるくらい。こうやってちょぴっと咲いてるけど、こっち側は全然咲いてないね。あっち、今来た道はちょこっと咲いてた。なんかこう魚離せばいいね、これなんか。うん。あ、でも掃除が大変になるんか。うん。これ掃除しようと思うんだよね、これ。なんかね、子供たちがね、爆竹で遊んでるっぽい、公園で。あっちに公園があって、ちょっとアスレチックな公園がありましたね。でもすごいよ、池の中にこう橋がある。うん、かっこいいね。この池の中に作ってるデッキを。おぉ。この感じがなんか、花菖蒲とかあやめとかさ、こういうとこに咲いとるね。ここはいいね、駐車場もあるし。うん、ここは駐車場もあるし、これもっとバーって咲くと思います。なんかジャグジャグ祭りはあるかないかわかんないって。あ、なんか言うたね。大体6月の中旬に例年なら2日間かけて祭りがあるんやけど、大志工事、あそこにされるんだ。2日間かけて祭りがあるんやけど、へぇ、今年はわからんし、まだわからんし。充電それでいい撮ってくれや。もう撮ったよ、はい、行こう。見に来てる人も微妙にちょこっとしかいない。どこに座ったの？感じ。あ、そうでしょうね。トイレじゃない。あ、そうなんだ。見を見に来た人じゃないんだ。なんか入ってなんか手入れしてる方ですかね。ほら、こんな感じで黄色とかはちょこっとこう咲いてるけど、まだ早いみたい。つぼみやね、まだこう。でれん。まだつぼみ。ここ上に上がるの咲いちゃったね。うん。紫が好きやな。ああいう、ほんとだ。やっぱ日当たりとかでなんか違うんやか。綺麗じゃの。うん、まゆはやっぱ紫が好きやね。うん、一番こうよく咲いてるのはここ。落ちんよ、さすが。モミジがいいな。ちょっとなんか不具合かなんかで取れてなかったんで、もう一周暑いね。日陰は涼しいね。はい、まずここに定時されてる方がたくさんいます。もう一回、もう一周でもさ、どうせ向こうに戻らないといけないね。そうなん本当は逆ルートで戻ろうとしたっぽいけど、こうって戻ってもよかったよ。はいはい、うん、全然全然。なんかこいつね、さっき一周してきたんやけど取れてないで、それが2回やったっけ。今3回目。はい、ここはいい感じに咲いとるね。けど公園全体は、駐車場におった警備員の人曰くまだ咲いてないよと。こんな感じで、まだつぼみが多い感じです。でも、ぼつぼつ、ちょこちょこ咲いてる。こう。
もうちょっとしたらわーってなるやろね。やっぱ中旬なんや、6月祭り頃が中旬、ね、例年は6月の中旬に祭りが2日間やってたけど、今年はどうなるか分かりませんと警備員の人が言ってました。まあ花は咲くやろうね、その感じやと。ザーッと、でも樹木も朽ちてくるね。古いんやね、年季の入ったデッキけど丈夫。ここがさっき工事が撮影した撮影ポジション、ポジションや撮影スポット。勝負だったよ、ね、そう前も今そう思った。それじゃらこう写真撮った時映える起きゃいいよ。起きんかったんやろね、あの、あっちで起きやったね。ていうかここにさ、ベンチみたいじゃない、ここに、あそこもある。ほんとだ、もう一箇所ベンチがあってまあ休憩スポットなんやろな。トンボも飛んでるっぽい。ほら、ここに休憩スポットあって、ここやったら後ろが勝負がわーっと。それかアポ座ってこっから撮るからね。じゃあね、したらいい写真撮れると思います。この椅子な、ここ座ったらね、後ろに勝負が来てね、花勝負が来て綺麗だと思う。アジサイもちょこちょこ咲いてるけどまだまだみたいな。あ、気持ちいい風が、涼しい。はあ、こんぐらいだったらいいね。なんかため池なる、ため池なる。アジサイも咲いてさ、勝負も咲いたら綺麗やろね。あ、涼しい。なんか街灯がなさげなのが気になるよね。変わるのか。本当だ、ここに1個あったこの辺なんか真っ暗なりそうな感じ。こっちにも咲いてる。いやー綺麗やな。うちにもさ、花勝負が欲しいね。暑い、日差しが暑い。これ、色づいと、もう咲くや。ここにもベンチがあるけ、ここに座って撮ってもいい。座ったらいい写真が撮れる。暑い、暑い、暑い。日差しがめちゃめちゃ暑い。ちょっと帽子はかぶっとった方がいいね。飲み物も持ってきとってよかった。ちょっと飲みよかった、熱中症だね。そう、すぐ熱中症になると思う。マスクしとうしさ、いらんでも飲みよかった。綺麗やな、公園。あ、公園内には街灯があるね。こっちは階段がある。こっちは公園らしい。グランドがあって、ここでだいたい催しがあるよ。ねえ、ここ。ここ咲いてんじゃん。本当だ。この中で催しがある。だいたいここで催しがあるらしい。この辺で。ここも駐車場？ここがね、祭りの会場になる。なんか思
思ったより高さが高くて、ちょっとね、あれっちゃね、子供用の遊具ってね、大人が使うとね、サイズ感が厳しかったです。なんかギシギシして怖え。怖えぞ。